ブラッドフォードオンエイボンはイングランドのウィルトシャーの西部に位置する町である。人口は約9326人で2011年の国勢調査では9402人に増えた。町は運河や歴史的建造物、店、パブ、レストランによって観光客に人気がある。町の歴史はローマ時代に橋を発する。町に イングランドが毛織物業で繁栄した17世紀に建てられた建造物がいくつかある。町の一部分は、エーボン渓谷やアベールの庭園に区分される丘陵地にまたがっている。バースの南東8マイルに位置し、メンディップ丘陵とソールズベリー平や、コッツウォルズ丘陵に囲まれた丘陵性の田園地帯に位置する。地元の地区からは、ジュラキの石灰石が産出され、 古い建造物の建材となっている。エ英ボン川が町を貫通している。最も古い居住の証拠は町で見つかったローマ人が入植した際の残存物である。特にセントローレンススクールの校庭での考古学的発掘によって保存状態の良いモザイク画を持った大きなローマ人集落の遺跡が見つかった。町の中心部は 英本川を横切る浅瀬を囲むように発達し、これが町の名前の由来となった。この浅瀬はノルマン人の支配下にあった時代に、現在も残る石橋によって補強された。ノルマン人がいた川は上流であり、橋はアーチ型に尖らせられた。新しい川もアーチが掘られた。町の橋と境界はイギリスの一級史跡である。橋は当初ニューマ用であったが、 17世紀に西側が作り直されたことで拡張された。イングランド内戦の最中の1643年7月2日、町はランツダウンの戦いへ向かう途中に橋を制圧した大統派壊の衝突の舞台となった。橋の上には当初は教会として使われ、後に町の交流所として使われた小さな建物がある。建物の頂点についていた風光計は、 魚のカマツカの形をしており、それゆえ地元のことわざでは、我々は水の上、魚の下にいると言われる。ウィドブロックグレインジは、町の縁にあるジョージオ長期のマナーハウスである。荘園は、もともとはマンバーズ伯爵の私有地にモデル農場として作られたが、現在はホテルとして経営されている。河川水を動力源とした毛織物工場が町に富をもたらした。 街には地元の織物産業が最も栄えた17世紀の建造物がある。職工の家の最も良い例はニュータウンやミドルランク、トーリー・テラスにある。18世紀初め、ダニエル・デフォーはブラッドフォード・オン・エイボンを訪れ、ブラッドフォード・オン・エイボンでは1万から4万ポンドで織物仕上げ工を雇うのは全く普通のことだという話を聞いた。と述べた。 産業革命期の織物工業における機械化の進展に伴って、毛織物産業は小さな小屋から、食器の動力として、水登上機を使えるような、エーボン川に近接する場所へ建てられた専用の工場へ中心が移った。ブラッドフォードオンエーボンには、そのような工場が30ほど建てられ、19世紀後半に、イギリスも織物工業の中心がヨークシャーに、 映るまで長きにわたって繁栄した。最後の地元の工場が1905年に閉鎖した。多くの工場はそれ以来持ち主がおらず、廃墟となったものもある。バートンファームタイズ・バーン・ブラッド・フォード・オン・エボンの特筆すべき特徴は14世紀に建てられた、サクソンタイズ・バーンとして知られる巨大な二級史跡タイズ、バーンである。長さ180フィート、幅30フィートあり、 バートンファーム地方公園の一部である。その納屋は教会に資金を提供するための税を品物の形で集めておくことに使われていた。町の中心部や周辺にあるいくつかの建造物は2012年までにリノベーションや再開発の対象に指定された。1998年にはウィルトシャー音楽センターがブラッドフォードンエーボンのセントローレンススクールの敷地内にオープンした。 2000年にはミリー記念碑がお披露目された。2003年8月8日にはブラッドフォードンエイボーンがフェアトレードタウンとしての地位を認められた。街には2つの選挙区がある。2011年の国勢調査ではそれらを合わせた領域と人口が上記の通りである。三位一体協会有名なのは705年頃聖アルドヘルムによって創設されたサクソン協会である。 ここは一時的に殉職者、エドワード殉教王の埋葬地にされた。教会は1856年、主教座制度参事会員、ウィリアム・フランプトンによって再発見されたが、その前は非宗教的な用途に使われていた。考古学に興味があった、主教座制度参事会員、フランプトンの研究では、マームズベリーのウィリアムについての記述でその教会のことが言及されている。 高い位置に隠れた鏡楼を含むいくつかの建物はより、後の時代に属し、一方で2012年2月に、境界で使用可能なリーフレットは、すべての建物は950年から1050年の、ものの方を選んでいる、と主張している。外側の手の込んだ装飾は、不壁柱、つまり2つの装飾のない蛇腹装でできた、幅広いフリーズからできており、 その間にはアーケード状の装飾があり、その上部は円形で、短く垂直な壁は台形の中東と柱石図を持つアーチ状になっている。一方で、東側の切り妻壁と隣接した角には垂直な三つの半円筒型の一連の蛇腹の装飾がある。教会の中には内陣と新郎の間の小さなアーチの上の壁の高い位置に飛んでいる天使の 彫刻が二つある。右側の彫刻は、伝えるところによれば、透明な着衣を着ているように意図されている。足の膝から、下は透明なローブを通して見えているように描かれている。これは、奇想だとして言及されている。サクソン教会に加えて、町には、イングランド国教会の教会が四つ、イングランド国教会の礼拝堂が一つ、バプテスト教会が二つ。 合同教会が一つ、自由被告教会が一つ、コミュニティ教会が一つ、クエーカーの集会所が一つ、カトリック教会が一つある。元々の教区教会は、川のそばの町の中心部の近くに位置し、生産民一体に奉建されていた。それは、ノルマン人に起源を持ち、内人は、古い教会の遺跡の上に建てられた可能性がある。いくつかの礼拝堂が北側に建てられ、 間に合った壁は後に取り払われ、その礼拝堂が北通路を形成している。祭壇の近くにあるスキンと、つまり祭壇春火灰窓はイングランドで最も長いと主張されている。塔と戦闘は1480年頃古いものと入れ替わるように建てられ、南側の壁は大部分が19世紀に再建された。教会には8個で1組の鐘があり。 そのうちテノールのベルは1.5トンの重さがあり、D フラットにチューニングされている。もう一つのイングランド国教会は、クライストチャーチとして封建されており、大部分がビクトリア時代に作られたものである。聖トマスモアに捧げられたカトリック教会が、かつてはタウンホールであった建物の中にある。町には、大金トラストの庇護の下、仏教寺院もある。その中には、 男女それぞれのための僧院の役割を果たす建物や、禅道があった。町には、作業場や庭園、図書館もあり、丘の上からは優美な建物が町を見下ろしている。仏教寺院は、少女仏教伝統の仏教思想を実践し、1日中住み込みでも、あるいは特定の時間だけでも祈り、学ぶ機会を提供している。北西からのブラッドフォードン英本の、 パノラマブラッドフォード・オン・エイボンには、エイボンナバーの本拠地であり、自動車や他の産業向けにゴムを大規模に生産している。今日では、アレックス・モールトン・バイシクルズの本拠地でもある。他にもいくつかの小規模な製造業の企業が立地している。町の主要なビジネスは、小売業や観光業、大部分が家族や通勤者、退職者で構成される町の人口を支える。 日々の商業である。街には、中型スーパーのセーンズベリーが、エルムズクロス産業団地にあり、運河の水門から徒歩2分の位置にある。またコンビニエンスストアが5つある。地元の消費者たちは1861年に、ブラッドフォードンエイボン共同組合を設立し、1960年代には、それが、全国ビジネスと結びつくためのそのあたりの地域の他の、 消費者共同組合と結びついた。それ以来消費者共同組合はなくなったが、ブリストルの労働者の共同組合である、ビショップストン貿易会社は、シルバー通りにフェアトレードの衣服店を開いており、インドのタミルナード州にある、KV クッパムの村を支援している。町の中心には、独立した店からなる、ウィワー・ツークという小さな野外型ショッピングセンターがあり、 倫理的な公益センターと自称している。ブラッドフォード・オン・エイボンは、トローブリッジからバースへ向かう A363 の途中にあり、その道が街を南北に貫いている。B3109 がそれを横切っていて、ブラッドフォード・オン・エイボンとメルクシャム、フルームをつないでいる。他の道はすべて小さく、地元の居住地への交通路を確保している。ブラッドフォード・ン・エイボン鉄道駅は、 現在のブリストルウェーマス鉄道線の途中にある。駅は19世紀中盤にもともとのグレートウェスタン鉄道によって建設された。路線の北側はエーボンクリフ駅、フレッシュフォード駅を通過し、バースの東側のグレートウェスタン鉄道の本線に乗り入れる。鉄道はブリストルテンプルミーズ駅やカーディフに向かって走っている。南側の路線は トローブリッジのすぐ近くのチップナムから走る小さなメルクシャム支線に乗り入れられている。路線はウェストベリーでロンドンプリーマス線と交わる。列車はウェストベリーからはサウサンプトンやポーツマス、ウェーマス、さらに時にフルームやキャッスルケリーに向かう。街中を線路と並行して走っているのがケネット、エイボン、運河とブラッドフォード校門である。 鉄道が発達するにつれ、この運河の使用頻度は少なくなったが、後に修復され1960,70,80年代に完全に機能するよう修復された。運河は、西はバースにあるエーボン川から、東はレディングにあるテムズ川までをつなげている。最も重要な自治機能は、ウィルトシャー議会によって行われている。ブラッドフォードオンエーボンは、保守党、議員二人、 自由民主党議員10人の計12人からなる選挙制の議会を持つ地方行政区である。この議会は諮問的、儀式的な役割を担い、この議会の議長がブラッドフォードの市長の座につく。2010年からブラッドフォード音ボ本はチップナムの選挙区の一部分となった。町にはアートスクールであるセントローレンススクールという中等学校が一つある。 ブラッドフォード・オンエイボンにはリーグに無所属のブラッドフォード・タウン FC というサッカーチームがあり、トローブリッジロードのブラッドフォード・オンエイボンスポーツソーシャルクラブでプレーしている。またタイズバーンの近くのパウンドレーンに拠点を置くブラッドフォード・オンエイボン・ローイングクラブもある。クラブはローイングやカヌーイングなどの娯楽を提供している。またポップグループのジーザス・ジョーンズとブラックバットは この町で結成された。ありがとうございます。